どうも皆様ごきげんよう、クレス。それではカルト・オブ・ザ・ラム続けプレイしていきましょう。これはあれだね、どうしたいきなり喧嘩したね。このさ、喧嘩した時さ、なんか家がない、つまらなかった、次は話しかけないようにしよう。うんちだ、うん、今日はいい日になりそうだ。やっぱ会話してなんかあーみたいな感じで終わったら、なんかそういう感想を抱くんだね。で、家がないって言ってるけど、ほんまに船暮れの家、船暮れやん。どうしたで、回収。日付がちょうど変わったタイミングなので、はい、みんな作業してるね、いいですね。で、洗脳の儀式はまだいいで、クリスタルも今回どうにかしないといけないので、その辺もちょっと考えつつやっていきたいね。信者肉10、これは基準として覚えてる。肉は取っておきたいな、まあ、こんな感じかな。はい、OK、よし。いいじゃないですか。はい。すぐ逃げるんだから。OK。で、今日は町じゃない、村をどうこうするよりも、新しい地域に行きたいんだよな。はい。儀式はなんかできる状態になってね。生贄そろそろできないか、まだか。そろそろご老人が亡くなってしまいそうな気がするんだけどな。生贄信奉者、その神力が手に入るんだったらやってもいいんだけどね。いや、いいだろう、別に。もしかしたらご老人が生贄とか昇天とかの儀式を返さずに亡くなってしまう可能性があるから、そうなってしまった時に信仰が減る可能性があるから、そうなったら洗脳の儀式やろう。労役による栄光の儀式、3日間昼夜問わず信者が疲れることなく作業を継続できるようになる儀式を教会堂で行う。へえ。休日を宣言する儀式を教会で行う。1日信者は作業を行わず信仰 80L。 信仰 80L よりもこっちの方がまだいいかな。はい、おお、いいんじゃないでしょうか。これとこれでね、もしかしたら、まあ、信仰15減るよね。そうなった時に洗脳をやるとかね、いいんじゃないですか。早速やってもらう。どうしよっか。今木材はそこそこピンチだから、かがり火はやりたくねえな。さあみんな、労役の喜びに打ちひしがれるがいい。信仰は減ったね。で、説教します。その後説教すれば、まあ信仰増えるよ。ほい、スキップ。まあ足りないよね。 OKOKOK、 よし、いいでしょう。よし、説教を行ったことによって信仰がまあ保たれてるかな。で、ご飯もまあいい方かな。で、はい、インタラクト、激励。はい、よしで、おい、激励。よし、他にも激励できる。なんか微妙にバラバラだな。まあいいか。まあいいでしょう。はい、どっかにゲロでもあるのか。うんち。
これ俺が先に掃除したらどうなるの？ないうんちがないことに気づいた。蝶々って取れる？もしかして。あ、違うか。あ、これか、これか。いやいや、掘り起こさないです。金のうんち、ありがとうございます。木材もまあ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 枯渇しがちだから、ほったらかしにして、あの、成長するのを見守りましょう。よし、あーすごいね、いいね、素晴らしいね。おい、違います。もうすぐすぐあーってなる。じゃあね、この子から欲しかっただけよ。微妙にその激励ができてない子たちもいるような気するんだけどな。難しいよね、そういうのね。お前も激励されてなかったか。 OK です。よし、じゃあ行くか。気持ち切り替えて。さあ、まず、あー、いる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 。はい、じゃあもらっていこう。ヒゲモジャだね。なんかはーんって言われてたけど、どうした？俺これ入れ墨みたいに入れてるな。高齢者が死んだ、死んじゃったか、とうとう。今から行こうとしてたけど死んじゃったか。死恐怖症。もうなんかとんでもないことになってる。埋葬の準備をしましょう。はい、信者が死んでしまいました。この度はお悔やみ申し上げます。はい、死体は公衆衛生に悪影響を与え、他の信者が病気になる原因となります。死体の腐敗を防ぐには、死体を土葬穴や墓に埋める必要があります。ただ大量に行こうそのまま捨てるのはもったいないのは事実であります。そうだね。だから掃除をしたい、掃除をしたいで、はい、掃除をしましょう、掃除をしましょう。で、拾って、ちょっとこれはどっか別の場所に置いとこう。よいしょ、分かりやすくここに置いとこう。とうとうやっぱ死んでしまったか、死者が出てしまったか、どうか助けてください。はい、糞尿愛好からで病弱。はい、やっぱ死傷者出ちゃったか、しょうがないね。ちょっとね、祈りを捧げなさい。アイテムを受け取る。ああ、なるほどね、あなたは死体を漁った。おお、そういうこともできる。なるほどね。で、大自然ネックレスはいいとして、他に何ができるかな。何かかしらの儀式やっておきてえな、こうなってくると。洗脳しとくか、クエストのためにも。さあ皆さん、私は何も悪いことしてない、あれは必要なことだったのです。はい、お目目ぐるぐる。今度からクエストでなんか洗脳の儀式やろうってなっても、俺はもうせんぞ、めんどくせえ。はい、完了したよ。心から尊敬します、偉大な教生を。この子は一生忘れません。はい、まったく、お前もうちょいでいけそうだな。なんかインタラクトで賄賂で渡しとくか。あ、クソ、ギリギリ足りんかったか。まあいいでしょう。よし、で、墓作れるんじゃないか、これ。地下墓地死体安置所、とりあえず、はい、OK、よし、いいでしょう。ようやく墓というものが必要になってきたね。ああ、ここの溜まっとる。はいはいはい、ほいほい。あ、うん、なになになに、いじめる、いじめるってない、安心させる。大丈夫大丈夫、思考を読む、思考読んでおこうか。なんて美しい、この楽園から立ち去ろうとする信者なんているわけがない。あ、美しい装飾品を見た。なるほど、死んだ、志を共にする信者が死んで悲しい、その崇高なる精神が生き続けますように。なるほど、
割となんかやっぱ読んでて面白いね。臆病。はい。そうか、安心させるってことができるのか、カエルくんは。カエルくんとかは。君、はいはい、安心させましょう。はい、大丈夫よ。こういったことが必要なんですね。はい、大丈夫大丈夫。じゃあ1日1回あれだね、あの安心させていかないといけないね。ん？2人働いてる？なぜ？レベルが上がったからか。まあいいでしょう。違う、これ拾いたいわけじゃないの。あそこにね、死体があるのも気になるよね。早く墓とか作りたいね。で、お米もそうだね。なんかやるべきことが多いな、おい。ベリーと野菜料理、まずい料理はまあいいかな、別に。疲労状態がちょっと気になる。怖いからやめておこう。肉料理、死んじゃうんち。肉料理も作っておくか。ほい。洗脳はしたけど、それは求められたからしただけであって、あの別に俺の本心じゃないからな。待って、食べちゃった。まあ、いっか。多分これ、うんち回収しに行ったよね。そうだね。うんち回収する。うんち回収して、あ、俺に渡すんだ。なるほど。俺に渡すのか。あ、そして日付が変わってしまった。早いな。ベッドの数が減ってるって。やるべきことが多い。ちょっと待ってくれ。じゃあ、それはテントにしよう。テントにしちゃおう。でかつこれから先も足りなくなる可能性があるから、石を性別する必要があるな。石を性別しちゃおう全部で。かつその穴も欲しいけど、墓石はいきなり作れるの？違うな、土葬穴が必要なんだな。じゃあ土葬する穴と寝床の近くに置くのはちょっとっていう気がするよね。じゃあこの辺に作ろう。土葬の穴作っといて。よし。じゃあまずおい、じゃあいっぱいいるな。はい、みんな激励。はい、 OK。 こっちも、はい、激励。よしよしよし、君も激励。よし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 。で、お、激励。よし。で、あれ、俺のことを今避けなかったな、カエル君。安心させる。まだまだ時間をかかりそうだね。わお。で、なんか要求されてる。ちょっと待って。地下墓地、地帯安置所。死体安置所ってどんな効果？信者が死体を回収して保管する場所、死体でいっぱいになると病気の原因となるため、そうなる前にプレイヤーが空にする必要がある。なるほど。これは？信者の死体を複数埋葬するための場所、死体の腐敗を防ぐ。墓とは別なの。墓を作るはしたけど、墓っていうなんか掲示はないのか。まあいいでしょう。墓があればなんとかなるだろう。で、あとは治療所。宣教師もまだやってねえんだよな。精錬所にもっとできるようになるんだったらやるか。割とね、遊ばせていること多いもんな、精錬所は。そうだよね。うん、はい、データに。シャランバーガイ。死教生を噂によれば、ブレイクレイはあなたの意向を傷つけるため、敵対する教団から送り込まれたスパイだとか、やつをどう言い訳するか、直接話してはいかがでしょうか。ブレグレ？ブレグレと話すだけでしょ。ブレグレって誰だっけ？お前だっけ？
ブレグレ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 、お前か。ブレグレと話す。こんにちは、キヨス様。今日は楽園のような素晴らしい日ですね。それ以降あなたはいつもまし輝いて見えます。うん、バナナ、ほら話してきたよ。明らかに奴は何か隠しています。どうか私を信じてください、キヨスよ。で、俺を見て急に逃げんだよ。まあいいわ、オッケー。いやー、ラビックことが多いなー。おい、とりあえず報酬をいただこう。はい、帰り席で、はい、オッケー、よし、で、はい、オッケー、で、もう一人、違う、違う、もう話しかけるのが難しい。はい、オッケー、よし、で、こう、オッケー、ふう、で、ベリーとかがない、ご飯作りたいけど今はないから、オッケー、で、これで作ると。はい、どうしよっかな、魚料理とか肉料理とかも作っておくか。このかな。はい、やるべきことが多いぜ。あれ、あー、でこれね、拾うで下埋める。パパになった、なったね、オッケー。ここに眠るはエリゴス。おっと、誰かが病気になったぞ。ウンチとかゲロのせいか。やっぱ魚料理ダメだな、もうね。ごめんね、本気持ってきたのに。で、誰が病気になった。休んでないやつがいる。お前か。ベッドに休みなさい。あーあーあー、もうウンチとかゲロとかもういっぱいいっぱいよ。だいぶ衛生状態悪いな。公衆便所の大きさを広くするか、それともあれだな、数を増やすべきだな。 OK。 うんふんふんふん、長く働かせるのはいいけど、そのためにやらないといけないことがいっぱいある。あー、これも必要なのか。進行か、進行ではないよな、多分な。進行じゃないな。便所どれだ、これか。屋外便所パート2は俺まだ作ってねえのか。そうか、清掃用具が欲しいところだな。性別の依頼をしておいて、じゃあ、おい、すぐ逃げるよ。で、今日の説教もまだしてねえ。あー、そろそろの農場も新しく作りたいな。お、ここか、ここだね。ほい、OK、で、これはもう壊さないとダメだ。ここ建築すれば多分他に農業やってくれるやつらが増えてくれると思う、おそらくね。よし、このままかな、これでいいか。本当か、ちょっと待って、建築物編集合ってるね。 OKOK、 お互いの範囲がカバーし合ってるから問題なしと。はい、 OKOK で、じゃあ、くっそやるべきこと多いな。まあこの辺にガンガン作っていこう。お前今逃げたか。逃げてなかった。よし、こんなもんかな。すぐ逃げる。でも種がないやん。種の購入もしないといけないし、あ、なんだなんだなんだ。はい、おお、偉大なる競争よ、モテる全てを捧げて、今私はあなた、捧げた生贄ね。アムドゥシアスが生贄になりたがっている。マジかよ。本読んだりみんないろいろしてんな。
いっぱいになるとみんな割と自由に過ごすんだな。カカシの範囲もあるし、どうなんだろう。ほんのわずかでもかぶっていれば大丈夫なのかな。ちょっと建築の仕方を考えないといけないかもしれないな、これな。もうちょっと見下ろしになってくんないかな。なんか一部でもかぶってればいいような気がするんだよな。よし、いいでしょう。あ、まだ収めていなかったか。え、そろそろ日付も変わるぞ。で、精錬所やった、筆工房やった、教祖のテント、治療所作るか。いい加減キノコのね、洗脳が解けた後に絶対必要になってくるからな、そのあたりが。で、ちょっと日付がもう変わりそうだからやってみよう。アームドゥシアス、いや違うな、儀式の前にやるべきことがあるはずだ。すまん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 。まず説教してからするわ。王冠、はい、剣の王で、死の概念と作業と信仰はやったから、どうしようかな。財産について、はい、重視すべきは個人の崇拝か、それとも教団としての集いか。物質主義、新しい特性、すべての物質主義者、より良い睡眠の建築を作ると。ああ、なるほどね。物質主義者。はい。偽りの偶像崇拝。装飾品を設置した際に得られる信仰が増加する。こっちでいいんじゃない？物質主義でいいよ。はい。寝る場所は大切だと思うよ。まあ今、肉体労働みんなで頑張ってる最中だけどさ。はい。全員物質主義。で、説教。スキップ。OK。で、はい。初期レベル。アップ。OK。これで全部解放された。すごい。で、さらにそっから、アムドゥシアスのお願いを聞こう。はい。いきます。アムドゥシアスで合ってるよな。はい、さよならアムドゥシアス。プリチー、今回冒険に全然出てないじゃないか。もうさらにレベル上げて、OK、よし、はい、すげえ量。でさらに高齢で亡くなった方がいたから、その人の葬式もあげよう。お墓がね、一人あるからね。エリゴス、そうね、エリゴスの魂を、エリゴス、さよなら。みんなでお花を。あー、エリゴスが笑顔で、あー、おー、恐怖を感じている反意見言主義。はい、 OK。 ああ、そういうこと。いや、いい、 OK。 これで掘り返すことできなくなったんじゃないか。おお。いや、掘り返すこと自体はできんのかよ。絶対やらねえぞ。よし、こんなもんかな。はい、心から尊敬します。はい、 OK。なんかな。よし、
農作業みんな頑張ってるね、3人とかで頑張ってるね、で新しい農場を作ったんだからそれをさらに進化させるもの、これも作りたいけど、まあ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 まだまだまだで、じゃあ精錬所も進化させたいけど、精錬所はどれだ、精錬所どれ、経済これか、これか、はい、アップグレードします、よし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 、みんなで手立ててればね、んもう激励も何もできん、どう、まあ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 言うて言うてだな、話す、いや違う、俺建築がしたいんだけど建築できないね、まあ嫌じゃん、もうみんながもう作業に集中しちゃってて、俺が入る隙間がねえわ、あできたわけ、はい、で10個球が出るようになったのね、はい了解で、とりあえず可能な限り全部入れちゃおう、はい OK、 これでまあ誰かがやってくれるんだろう、よしこんなもんかな、はい、よし、あ悪魔か、マジでもうやるべきことが多すぎて、もうちょっとあれだ、あの町から出れねえ、町の中、町っていうかこの村の中だけでもうずっと時間使ってられる、おいこれ木材なんてことするんだ、 OK、ほうきがそろそろなんかパワーアップしそうな気はするけど、すぐ逃げるやん君、もういじめないよ、他にも逃げる子いたよね、いないな、もういないか、はい OK です、じゃあ日付変わって、はい日付変わったね、OKOKOK、 この子が復活して説教したらちょっと出ようかな、なくなった。ああはいはいはい、いじめないよ、安心させましょう。これ3回目だろ。そろそろ慣れてくれないか。なれない。あでも要求するっていうのもできる。はい。ようやく心を開いてくれたか。はい。思考を読んでみよう。大して変わらんな、なんか変わったっていう感じではね、ほいで、キッチンは作ったらコンポスター、コンポスターもまだ使ってねえな、どうするんだっけ、種保管庫作っておくか、あとなんだなんだなんだな、何をしないといけないんだ、俺はもう全然わかんねえ、コンポスターもまだ作れてねえもんな、そりゃ糸がねえんだ、もうその話何回やったよ、糸がないってずっと言ってるよ俺、じゃあ説教してもう行っちゃう、今日こそは冒険に出よう、はい説教、スキップ、ギリギリ届かない、 OK です、 OK、 みんなお腹すかしてるな、作っておくか一応、はいこれでいいでしょう、これいいかな、種も買ってこないといけないな、これな、なんでうちをここでするんだい君、ちゃ、で、はい、激励、はい、安心させましょう、
あーごめん、会話遮っちゃった。会話遮られたの、なんか言われるかな。そんなことはない。はい、じゃあそろそろ行くか。本当にゲートル OK、 よし、そろそろ本当に本当にいい加減行かないと話が進まんぞ。